こんばんはということで、リポーターの川島でございます。今回私はですね、世界でもトップクラスの人気を誇る化粧品メーカーメイベリンニューヨークさんから発売される新しいマスカラの魅力を探るべく都内某所に来ております。その時、え、モデルの子はいないの？はい。どうするの？いやいや、始まってるし。え、ちょっとこれ誰もいねえじゃねえか、どうすんだよ女の人。ちょっと君ちょいちょい映んないで、マジで。え、もう来ないの？だって一般女性のマスカラをさ探さなきゃダメでしょ。どうすんの？おい、彼で行きましょう。彼で行く。いや男だろ、いいの？肌綺麗だから。適当だな。ちょっとあ、ねえ君、ちょっといいかな。ねえねえねえ、ちょっとおかしいでしょ、壁によって。ねえ、ちょっと、はい、君ちょっといい？はい。ねえ、ちょっとこっち来て、こっち。いや、俺っすか？うん、君しかいないから、はい、周り見てごらん、ちょっといいかな。え、なんすか？はい、ちょっと今、カメラあるんだよね。はい。君、お名前は？カナダ、サトシです。カナダ、サトシ君。はい。年齢は？年齢は、23歳です。あれ、さっきまですごい元気あったのちょっと緊張しちゃってるのかな。はぁ、緊張してねえし、意味わかんないし、はぁ。いや、はじゃないですよ、ね、緊張してねえ、不調、これ全然こういうのいやでもあの、すごい足震えちゃってるからさ。はぁ、いやいや、これ俺4日座ってないだけだし。あ、そうなんだ。いや、マジ俺4日座ってないもん、俺めっちゃ疲れてるもん今。メイベリンニューヨークさんからね、新しいマスカラがね、出たということでね、うん、一般の方にちょっと試してもらおうかなと思ってね、声かけたんだけども。いや、俺だって男だもん、無理だよ、そういうの。いやでもね、ちょっとね、もうどうしてもちょっと周りにいなくてね、君しか。ちょっと頼むわ。いや俺今から塾あるんで行ってきます。いや塾あるとかじゃなくてさ。え、大丈夫、君綺麗になるから、マスカラすごい。いや無理ですって、無理ですよ。やだよ。大丈夫、目が綺麗だからね。メイク室へ移動。それではメイクスタートです。さあ、それではメイクさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと話せ。いや話せ話せ、自分で入れてるからね。自分で入れてるから。どうですか、メイクの方は初めてですか？それ初めてだろうが。ちょっとあんまり喋んないでください、ね、はい。なんでだい。どうですか、メイクの方初めてですか？だ、初めてだっつってんだ。あんまり喋んないでください、ね、はい。なんでだい。お肌はどうですか、メイクさん。綺麗ですね。綺麗ですか？はい。マジですか？ちょっと喜んでますね。よかったですね。いいじゃないですか。綺麗になりますか？綺麗になります。私の方もいただいていいですか？失礼します。はい。邪魔みたいなので、ちょっと一旦下がります。お肌が綺麗と言われたカナダくん、果たしてどんな姿に変身するのでしょうか。楽しみですね。大丈夫ですか？大丈夫です。あれ、女っぽくなってる。今ちょっと一瞬女っぽくなりましたけど。はぁ、別にそんななってねえし、見やかなし。はぁ、いや、じゃなくて、ちょっと、え、大丈夫ですか？大丈夫。あ、ちょっと聞いてもらってもいいですか？大丈夫ですか？大丈夫です。何の女っぽくなんだよ。え、いよいよ新商品の登場です。はい、じゃあ今からマスカラの下地をつけていきます。あ、来ましたね、ついに。早くお願いします。はい、目線を下の方にお願いします。新商品。ここで新商品の説明です。メイベリンラッシュエクステダブルストレッチは、下地とトップコートがコンパクトに一つになった新しいマスカラです。最長 180% ロングのまつげに導きます。しかも24時間仕上がり綺麗。フィルムタイプだからにじみにくいのに、落とすときはお湯で簡単オフできるマスカラです。下地がついてるんですね。はい。普通ね、別々ですからね。はい、一緒になってるタイプなので使いやすいと思います。しかも 1,2 って書いてあってね、順番書いてるんですよね。はい。素晴らしい。で、次が2番目の、はい、トップコートをつけていきます。トップコート。あ、上下ってつけるんですか？はい。上下に、でこのトップコートにも繊維が入ってますので、重ねていただくとどんどん毛先が上向きに伸びてきます。なるほど。上下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 。はい、このやり方知らないですね。これ自分でもできるんですか？はい、ご自身でやっていただけます。うん、上げてください。完成しました。あ、完成しました。はい。あ、はいはい、完成したということで、はい、どうですかね、カナダ君のメイクをしてみて。
すごいもう肌も綺麗ですし、まあ、目元がすごい大きいので、はい、映えると思います。なるほど、私もね、はい、ちょっと暇だったんでちょっと軽くメイクをさせていただきました。ちょっとすごいじゃないですかこれ。はい、ちょっとメイクさん、はい、ちょっともっとやってください。あのカツラとか、カツラとかってもうネイルとかもやっちゃってください。このまま一応あのマスカラをねとお試しになる。はい、はい、もっとやってほしい、もっとやってほしいわもっとやってほしいわ。もうダメだわこんなの、こんなんでこんな中途半端なことしたら最後まで言ってほしいわカツラとかあるんですか。メイクさん、あることはあります。お願いします。メイクさん、じゃあお願いします。今回ハンニャ・カナダくんが使用したアイメイクのご紹介です。マスカラはメイベリンラッシュエクステダブルストレッチ 180% ロングのまつげに導き、にじみにくいのにお湯で簡単オフできるマスカラです。アイシャドウは10月下旬発売の新色アイステュディオダイヤモンドグロー06番、アイライナーはアイステュディオペンシルライナーとアイステュディオクリーミージェルライナーを使用しております。さあそれではですね、メイベリンラッシュエクステダブルストレッチを使用したカナダくんに登場してもらいましょう。カナダくんどうぞ。あ、綺麗だね。すごいでしょこれ。じゃあアンジェリーナ・ジョリーもびっくりでしょ。ちょっとね、勝てるかもしれないよ本当に。うわあ、かわいい、かわいいね。でもね、この商品はね、なんて言ったってね、お湯で簡単に落とせるっていうね。さあそれもちょっと実証しましょう。いやよ、いやよ、そんなの。いいですか、行こう。そんなの嫌よ。寝ろ。いやー、ラッシュエクステダブルストレッチの落とし方です。ステップ1、まつげをお湯で濡らし指でつまみます。ステップ2、前にスライドさせます。ステップ3、ほらつるんと簡単に落とすことができます。メイベリンラッシュエクステダブルストレッチ、みんなもこれにしちゃいなよ。